梅雨の時期、降水確率って気になりますよね。天気予報では 0% ではなく必ず 0% って言うんだけど、それはもちろん2つの意味が全く違うから。じゃあどう違うの、みちょぱさん。ゼロは本当にもうゼロ中のゼロで、0はまだ 0.1% とかのちょっと確率があるから、一応0にしといてる。そう、ゼロは何もないことで、0は限りなくゼロに近いこと。降水確率 0% というのは確率が 5% 未満を指し、決して降らないとは言い切れないので0を使うんです。